ジョルジュです。ロマンシングサガ、リユニバース、やっていきたいと思います。本日はこちら。フレームフォースの最大化、ぶっ壊れホーク、爆誕、男パーティーが強すぎて、ゲンマ、ロマンシングが、お散歩レベル。今回の動画の主役は、新しくガチャできた、ホークです。今回のホーク、想像以上の強さです。先に言っておきます。必ず取っておいてください。特に、5周年から始めて、4.5 周年上、持っていない人は、絶対に確保しておくことを、強くお勧めします。ホークの何がすごいかというと、アビリティ、偉大なるキャプテンです。このアビリティが、4.5 周年、上の持つ、フレームフォースに結構似ています。上位互換、というわけではないのですが、攻撃、防御強化がそれぞれ効果2ターンになっているため、全体攻撃を多用してくる敵を相手にすると、味方は硬くなり、火力が大幅に上昇します。他にもホークは、味方に BP をばらまいたり、攻撃によって、全、ステータスバフをしたりと、できることが広範囲にわたります。かつ、火力もかなりあるので、使ってみると、想像以上に強くて驚きました。あとはバトルを見ながら、ホークの強さを見ていきましょう。パーティー編成は、ホーク、最終皇帝、男、レオン、シーレー、ピンクパンチです。ピンクパンチがいるので、男性だけでメンバーをまとめています。ゲンマロマンシングは、つい先日、この編成で、ホークではなく、ゲンリュウを入れての動画を出しました。その時は、40ターンでクリアしています。私がホークをぶっ壊れと言っているのは、冗談ではなく、このクリアターンにあります。ゲンリュウが、ホークになっただけですが、果たして、ゲンマロマンシングを、何ターンでクリアできるでしょうか。現環境、最強の男性パーティーの誕生です。それでは、バトルスタート。
Oh.